皆さんは、2時3時の中で特に好きなコンビはいますか？歌唱力が高く、音楽でメジャーデビューしているユニットから、2時3時公式チャンネル内で番組を持っているコンビ、数年間ラジオを欠かさず続けているコンビまで、多種多様なコンビがいますよね。そこで今回は、音楽系でメジャーデビューしたユニット以外の中から、2時3時の最高すぎるコンビ8選をご紹介します。その1、前元力1。まずは、圧倒的に女運がなく、時折前元イレブンとしてもいじられる、元農家のおっさんライバー前元圭介さんと、見た目の怪しさとは裏腹に、優しい声とセンスの良い言葉回しが人気の、ピエロをしているライバー、上力一さんのコンビ、前元力一です。2時3時の最高すぎるコンビと言われて、この二人を思い出した方も多かったのではないでしょうか。前元力一コンビといえば、2018年から現在までに、60を超える回数を重ねているなんでもありの、深夜ラジオ、前元力一が特に人気ですよね。さらに、先日終了したゲーム実況、寿司の元一や、それに引き続いて始まった、劇場版前元力一もとても面白いです。今回は、劇場版前元力一第1回の面白シーンを紹介します。映画を撮ることがテーマのシミュレーションゲームで、映画作成よりも劇中歌作成をしているだけの方が、お金になることに気づいてしまった二人の意見の衝突をご覧ください。あ、そうそう、倍だ倍だぞ、おい、映画撮ろうぜ、おい。いやもう、ずっとあと8回やらせれば、3パ24、もうペイバックだ、いけるいける、どんどん、ちょ、これもう、やめて、行かせ、俺たち、あの日見たさ、ニューシネマパラダイスで一緒に涙したじゃんか。違うんだよ、リーダー。俺たちがやりたかったのは、こんなことじゃないだろ。吐き出すものがないとな。映画って何なんだよ。めちゃくちゃ笑っちゃいますよね。おっさんたちが経営方針の食い違いで白熱した口論を繰り広げる様子が、なぜか癖になってきます。リスナーからは、売れてない時は団結してたのに、売れてから意見が割れるのめっちゃ面白い。今後の予算争いに期待しています。効率重視の前元とこだわり重視の力一に笑った。といったコメントが寄せられていました。その2、かえみと。続いては、2時3時の黎明期を支えた1期生のコンビ。月のみとさんと樋口楓さんのコンビ。かえみとです。皆さんは、定定という言葉を知っていますか？推しと推しが絡んでいる様子を見たファンが、尊いの意味でよく使うワードですよね。実はこの定定は、かえみとが起源なのでは？という説もあるのです。性格も趣味も正反対ながら、互いを相棒と認め合っているこのコンビには、リスナーのみならず、事務所内にもファンが多いとか。また、この二人をモチーフに大流行した二次創作、水戸と楓でも有名ですね。そんな二人の定定シーンを紹介します。二次三次発足から3ヶ月頃、楓さんが委員長に VTuber が終わったらうちらの関係も途切れるのか、という質問をしたら、委員長からはそうなるんじゃない？と返ってきたというエピソードがあるのですが、そこから数ヶ月が経ち、再度聞かれたこの質問に対して委員長の返答が変わった。名シーンを早速ご覧ください。VTuber とか終わって引退とかしたら、もう赤の他人なんのかなみたいな。まるで初めて聞くかのように質問したら、いや、ならないでしょ。私と楓ちゃん多分ならないよ。ってね、あっさりね、答えててね、あ、なんか、めっちゃ、ええやんって思った。このシーン一つで、定定の元祖と言われている理由がわかりますよね。2時3時発足時から現在まで、少しずつ関わり方が変わってきつつも、ずっと仲良くしているのが、本当に名コンビって感じで最高です。リスナーからは、かえみとは伝説、他の人たちの定定とは別格だと思ってる。かえみとは正道にして王道。といったコメントが寄せられていました。これからも二人仲良く配信を続けていってほしいですね。その3、レバガッチャ。続いて、2022年4月の最終回まで約2年間続いていた2時3時公式の番組、八代佐々木のレバガチャ大番より、八代気づくさんと佐々木作さんのコンビ、レバガチャです。自他ともに認めるオタクでプログラマーをしている八代気づくさんと、ことごとく運がない、ゲーマーズに帰省出身で女子高生の佐々木作さんという、一見風変わりだけど最高のコンビになります。番組内では様々な企画に挑戦していた名コンビで、その仲の良さに、笑いながらもほっこりしていたリスナーさんも多いと思います。ここでは、ゲーム実況配信で佐々木さんが八代さんにボコボコにされる、大爆笑の佐々逆シーンを見ていきましょう。でもなぁ、でもなぁ、でもこんなの、こんな勝ち方あるか。いや、そこ僕並べってそういうゲームでしょ。いやー、待ってほしいやったな、待ってほしいな、待ってほしいな。ヤシキズはいい男だからな、ヤシキズブサイクで小学生並みの罵倒やめてもらっていいですか。女子高生相手にも全力で潰しに行く八代気づくさんの様子と、ゲームながらも本気で負けたくない佐々木作さんの叫びがめちゃくちゃ面白くて、つい吹き出してしまいます。八代気づくさんの笑い声も合わさってさらに面白くなっていますね。リスナーからは、八代気づの狂った笑い声本当に好き、
この二人のやりとり永遠に見れる。佐々木をいじめる時の屋敷図めっちゃいい性格してる。といったコメントが寄せられていました。番組が終わってからも、仲のいい名コンビでいてほしいですね。その4、作優衣。続いては、先ほど登場した佐々木作さんと、二次三次ゲーマーズの一人で、自他ともに認めるクズこと椎名結香さんのコンビ、作優衣です。この二人は作優衣のうんと胸がない方や、作優衣の性格が悪い方とも呼ばれているくらい、コンビ名が代名詞にもなっていますよね。二人のズバズバと意見を言いつつちょっかいをかけていく、子供みたいなムーブから、悪ガキ二人組とも称されることがある彼女たちですが、今回はそんな悪ガキ要素のある面白シーンを見ていきましょう。二次三次公式番組内のクイズに失敗した後のシーンからご覧ください。それでは残念ながら失敗ということで、まあ、別に成功してもなんかあるわけじゃないんですけど。あ、そうなんや、まあ、なんか用意した方がいいよ。なんかよかった、なんか用意した方がいいって、ね、キーホルダーとか、じゃあ、うん、ゼップ東京のトラップとか、私のアクスタとかいりますか、うん、あー、いらないです、うん。それではそろそろ明日ゲストに来ていただけるお友達を。めっちゃ失礼発言を連発していて、一瞬本当に大丈夫かとこっちが心配になってしまいますよね。遠くの節々からヤバさが感じられてとても面白いです。リスナーからは、二人揃うとキレッキレなの好き、二人して暴走してんの草、思ってた数倍やりたい放題やってたというコメントが寄せられていました。これからもやりすぎない程度に暴走トークを繰り広げていってほしいですね。その後、トガビと続いては、リスナーとの尖りつつも愛があるプロレスや、華麗な毒マシュマロさばき、そしてガチめなロリコンとしても知られている剣持東也さんと、剣持東也さんとは家が近く、おはがくなどのリスナー参加型配信や、明るく楽しい配信が素敵な伏見岳さんの、二次三次二期生の名コンビ、トガビトです。デビュー後から、お互いの初コラボはお互いでやろうと話していたり、家が近いことと強いこだわりから、すべての配信をオフコラボで行っているこのコンビですが、今回はそんな二人の 3D 配信中の面白シーンを紹介します。叩いてかぶってじゃんけんぽんで全力を出し合うトガビトをぜひご覧ください。日本選手したら後悔しないようにしような。叩いてかぶってじゃんけんぽい、叩いてかぶってじゃんけんぽい、叩いてかぶってじゃんけんぽい、叩いてかぶってじゃんけんぽい。あ、セーフ。まだね、初期以外も出すんですね。精神攻撃をしてくるな。オッケーオッケー。叩いてかぶってじゃんけんぽい、叩いてかぶってじゃんけんぽい。よー、全力で戦っている面白さもさることながら、 3D ならではの動きの大きな企画でより仲の良さが伝わってきて、めちゃくちゃほっこりしますよね。リスナーからは、これだからトガビ投資はやめられない、見終わったら顔がニッコニコになってた、これからもずっと仲良くしててほしいといったコメントが寄せられていました。その6、リゼアン。続いてはヘルエスタ王国の第二王女、文武両道神保激アツプリンセスのリゼヘルエスタさんと、その言動から中に男子中学生が入っているのではとも言われているアンジュカトリーナさんのコンビ、リゼアンです。デビュー前から10年近く付き合いのある二人で、リゼアンの二人で1週間同居生活をしながら配信する企画、リゼアンウィークも話題になりましたよね。長い付き合いがなせる、他の人たちにはできない仲の良さや、仲がいいからこその雑な扱いがとても面白かったです。今回はリゼアンウィーク中のゲーム配信でのリゼアン面白シーンを、早速見ていきましょう。なんかスピードなんで二人プレイ無理じゃないって言われてるけど、そんなん関係ないね。なるほどね。いいのかな、それって言わせてる間に私クリアしちゃうけどいいのかな。待って待って、これどうしたらいいんだ。多分全く同タイミングで行く以外に2人でクリアする方法はないかもしれない。もしくはもう1人がこう裏切ってこう先に行って、あとはあなたが無理やん。1人勝ちしようとして結局やられてしまうところに笑っちゃいますよね。この他にもリゼアンコラボは見どころもていていもたくさんあるので、気になった方はぜひ見てみてください。リスナーからは、やっぱりリゼアンなんだよな、一生同居しててほしいといったコメントが寄せられていました。これからもこの二人にしか出せない仲の良さを見せてほしいですね。その7、軍艦。続いては男子校で数学と社会を教えているド S 教師ライバーの軍道美玲さんと、二次三次シーズン2期生筆頭の金髪糸目キャラ神田翔一さんのコンビ、軍艦です。軍艦コンビはとにかく暴れる暴走機関車のような軍道さんと、それをたしなめつつも、時には鋭く刺す神田さんとの相性の良さが見どころですよね。まるでカップルかのような仲の良さがあるこのコンビの、笑いながらもほっこりするていていシーンを早速見ていきましょう。二人合わせて、せーの、グンコンでーす。コラボ名プリキュアにしたろ。二人合わせ、二人はプリキュア。プリキュアね、初代かもしれないね、私たちね。かもしれない、白と黒かもしんねーな。化け物みたいな声出すのやめな。可愛い女の子だよ。すごく和んできますよね。
終始ニコニコで、見ているこちらも笑顔になってしまいます。軍艦コンビニ、リスナーからは、ちょうど軍艦成分を補給したいところだったので、助かりました。二人の会話のテンポ好き。これからも仲良くしててくれー。といったコメントが寄せられていました。その8、黒ノワール。続いて、親の甘い蜜を吸い続けるニートでゲーマーな吸血鬼、クズハさんと、二次三次ゲーマーズの一番やりで、ライトニングゲイボルグな癒し系男子、カナエさんのコンビ、クロノワールです。クズハさんが個人 JVTuber だった頃から存在するユニットで、クズハさんが二次三次ゲーマーズとしてデビューすることになった時には、まるで伏線回収のような驚きがありましたよね。また、視聴者からのアイデアを募集して決定した、クロノワールという名前にも様々な意味が込められていて、こちらの中二心をくすぐられますよね。今回は、そんな二人の丁寧なやりとりシーンを見ていきましょう。学校じゃ話しかけてくんなよ。なんだ、学校じゃなんだね。お前、家では話しかけてほしいって。お前、そういうとこだぞ。ああ、お前、手で隠したな。だからお前、お遊びはここまでだ。学校で。面白いですよね。家では話しかけていいのくだりで、なんで同居してるんだろうと思わず吹き出してしまいました。リスナーからは、一緒に住んでる前提なのくさ。クロノワのやりとり大好きだからもっとやって。といったコメントが寄せられていました。ゲームもトークも面白いので、ぜひ本編も見てみてください。二次三次は様々なコンビやユニットがあって、見てみて全然飽きませんよね。皆さんの好きなコンビは紹介されていましたか？もし知らないコンビがいたら、これを機にぜひ見てみてください。これからもいろんな動画を上げていくので、ぜひチャンネル登録、高評価をお願いします。他にもおすすめのコンビやユニットがあれば、ぜひコメントで教えてください。今回は、二次三次ライバーの最強コンビユニット8選を紹介していくぞ。二次三次はライバーさんが多い分コンビやユニットも多いものね。思わぬ組み合わせから相乗効果を生み出すことも多いんだぜ。というわけで早速紹介していくぜ。起立、気をつけ。最初に紹介するのは、不思議な関係のパパと娘、夢星家だぜ。年齢から考えても、絶対に本物の親子じゃないってことはわかるわ。星川さらさんと、夢追いかけるさんとのコンビで、星川さんが夢追いさんを、パパと呼んで振り回すのがお決まりとなってるんだが、この関係がビジネスじゃない証拠映像が出てきてしまったんだぜ。証拠映像？一体どんなものが見つかったのかしら？というわけでそのシーンを見ていくぜ。はい、配信開始をしようかな。パパ、何？八幡に行った。え、今ちょっと待って、配信は始まってる？ちなみに始まってます。普通に何って返したじゃないか。同一のミスを開始5秒以内出させんな。今配信始まってない、こっち言えや。今の切り抜きお願いします。言えや、おい。え、言ったじゃん。数分前にね。ね、数分前にいましたよ。数分前に、私は今配信始めようとしている段階なんですけど。あ、すいません、どうぞ。冗談ですよね、始まってないですよね、きっとね。さすがにそんな恐ろしいことするわけない。そうですよ、当たり前じゃないですか。ここで切り抜きとか上がったらもうそんな。始まってないですよね、今ね。あの、僕のコメントではまだ開始、は言えないね。配信開始してないのに。あっちは草っていうコメントが見えてます。あっちがちょっとどういうことかわかんないですけどね。はい。始めまーす。このトラップは、ちょっとずるいわね。星川さんが何気なくパパと呼んでいたずらしてみただけなのに、それに当たり前のように返事をするところから二人の関係性がわかるぜ。なんだかすごく尊みを感じたわ。リスナーからも、このいたずらはずるい、めちゃくちゃ素が出てて草、この空気感いいなぁ、などのコメントが寄せられたぜ。これからも二人のコラボが楽しみだわ。次に紹介するのは、男子4人の仲良し同期ユニット、ボルタクションだぜ。大人っぽくて、クールな印象の4人が集まっているわね。風羅かなとさん、渡来ひばりさん、四季凪明さん、セラフダズルガーデンさんの4人で、霊夢の言う通り、普段はクールな男性ライバーたちなんだが、4人で集まると、男子高校生のようなわちゃわちゃな空気感がたまらないんだぜ。どんな風になるのか見てみたいわ。というわけでそのシーンを見ていくぜ。みんなが、言ってるのは、本当だ、できた。これで、えい、今誰くしゃみ？いや、私は来た。可愛い子分な、セラフダズルガーデン。あ、セラオ、セラオにとばっちりがいた。いくちだよね、今のね。今俺、キー殴って特訓してるから。キー投げか？いや、私だけど。え？嘘つけよ、お前。嘘つけよ、お前。嘘つけよ。なんで、なんでこんなとこで嘘つくんだよ。エクチューっていうの？エクチュー？たまたまだよ、たまたまだよ。いつもおっさんみたいだもんな。
ダサい。そこまででもね。いつもだってあけ、いつもだったけ、ブーシュイシュイみたいな感じ。言わねえや。これはお前変更ほい。くしゃみだい。だい。あれ？これむずいえ。一旦邪魔だい。邪魔だえ。無理か。ボルサリーノちょっと混ざってない。こーこーれさすがにノリイカ。じゃあ、俺らで最近流行ってんだよな。流行ってんだよ。あの、永遠に、オーバーウォッチの報告、最近これなんだよ、俺ら。あードワーフ来た、助けて。ウルトだよ大丈夫怖いねあ、ザリアだね、怖いねドワーフ2名様ご案内。この空気感、たまらないわ。四季凪さんのくしゃみをみんなでいじるところもそうだが、そこから悪ノリを始めてしまうのもボルタクションらしさがあるぜ。仲の良さが伺えるわね。リスナーからも、凪くんのくしゃみかわいいな。ボルタみんな茶化してて草。男子高校生みたいなノリ好き。などのコメントが寄せられたぜ。4人のわちゃわちゃした雰囲気は最高ね。次に紹介するのは、二次三次最古の同期ユニット、JK 組だぜ。二次三次の大御所ライバーさんが集まったユニットなのね。このユニットは、月の水戸さん、樋口楓さん、静香凛さんの3人で構成されていて、二次三次一期生の8人がデビューしてすぐに結成されたユニットなんだ。歴が長い分、お互い遠慮のない発言をするようになったんだぜ。なるほど、心の壁がないことはいいことよね。というわけでそのシーンを見ていくぜ。この JK 組って、みんな知ってますか？え？この3人の JK 組。なんでそれ？何の話？え？この JK 組を結成させたのは誰でしょうか？1番、月野水戸さん。さっき言った。樋口楓さん。3番。3番、静香凛さん。4番、田住陸さん。さあ選んでください。本当は4かもね。本当は。含まれてたかもしれない。もしかしたら本当は4かもしれないけど。オーディションがあったんかもね。うん、そう、しずりんがね。あ、そう、あ、すごいね。さすが。なんで結成してくれたんですか？お前どっかで話さなかったっけ？え、聞いてない人もいるじゃん。なんで結成してくれたんですか？新しいさ、コンテンツが開始したところでさ、はい、やっぱでも8人一気にドーンってデビューさせていただいたわけで、はい、8人一気に見ると大変だって人もいるかなと思ってさ、うん、そのちょっとずつね、あのチームが分かれてるとさらに見やすくなるかなっていう気持ちからね。プロデューサーや。で、制服を着てる、はいはい、3人がちょうどいいのかもしれないと思って。いや、ありがとうございます。いや、本当にありがとう。本当に JK ですか？ちょっとなんて空気にしてくれてんだよ。本当だろ、本当に決まってんだろうがよ。すごいな。今のまずいって顔しましたけど、ご本人ちゃんとあの4年前も今も JK なんで、はい、草だらけになってますね。本当に JK って？3人は誰が何と言おうと JK よ。デローンさん、アクセルを踏みすぎなんだぜ。でも、これが言えるくらい仲がいい3人なのね。リスナーからも、デローンなんてこと言うねん。一瞬場の空気凍ってくさ。こういうことが言えるのが JK 組。などのコメントが寄せられたぜ。もっとこの3人の絡みを見てみたいわ。みんなは JK 組のどんなシーンが好きかな？コメント欄で教えてほしいぜ。次に紹介するのは、アゴとピースが尖ってる同期コンビの、トガビトだぜ。二人ともイケメンなライバーさんのコンビなのね。なぜこんな紹介を？トガビトは、剣持東也さんと伏見岳さんの二人組ユニットなんだが、二次三次の中でも特に仲がいい二人で、コラボもほとんどオフコラボなんだぜ。コラボ配信の内容も、二人で交代ずつゲームをするようなものなんだ。そんなに仲がいいのね。どんな掛け合いが見れるか楽しみだわ。というわけでそのシーンを見ていくぜ。これなんでしょうね、やっぱり。あ？なんですか？ゴミ。落ちてた。おーし、うわー、お前そんなヘロヘロゴミ拾いとか優等生か。隠れ真面目系かよ。計算。あー、計算。どこで誰が見てるかデートキャラとかすごいね。わかんないし、あ、それだけじゃなさそうだけどな、キャラ的に。そうだ、その根性感心するよ。あー、もうダメ、寝ちゃう。早く。珍しいですね、グロッキーのとこ初めて見たよ、グロッキー。寝た。ここで。うわ、立ったまま寝て、立ったまま寝るな。遅刻ない？この子やっぱ星のさ、星の朝だ。ディオブランドだよこれ。ジョースター家の血族。いや、そうだよ。星の朝あるよこれ。まさかスタンドまで使えるっていうのかい。なんだよ、この子。ほら行くぞ、肩ひつか。
ね、本当に親友同士って感じがするわね。剣持さんはどちらかというとストロングスタイルなライバーさんなんだが、トガビとコラボの時だけは少しトゲが抜けるのもまたポイントが高いぜ。伏見さんの明るいお兄さんな感じも相性バッチリって感じね。リスナーからも着眼点が悪ガキすぎて好き、二人ともキャッキャしてるのいいな、オフコラボを頻繁にやる二人だからこそだよな、などのコメントが寄せられたぜ。他にもお二人のおすすめの配信があったらぜひコメントで教えてほしいわ。次に紹介するのは、2時3時には珍しいおじさんユニット、舞本力一だぜ。おじさん同士のユニット？どんな感じなのかしら？上力一さんと舞本圭介さんとのコンビで、ラジオ配信でリスナーのお便りを読んでいるんだ。その内容が面白くて、根強いファンがいるコンビなんだぜ。ふむふむ、どんな感じなのかしら？というわけでそのシーンを見ていくぜ。じゃあ、続いてのコーナー行きましょうか。はい、このままコーナー行きましょうか。うん、今回のコーナーこちら、はい、あまりに可愛い俺。よいしょ、コーナーでございます。来ましたね、大人気コーナー。はい、まあ、リスナーの皆さんから、自分の可愛い、ね、趣味思考エピソード等を募集しましてね、これだけ俺は可愛いんだぞというのを皆さんにアピールしてもらいまして、うん、我々が可愛いかどうか判定してまいりたいと思います。はい、はい、じゃあ一発目いきましょうか。はい、じゃあ行き下がりいきましょうか。はい、一元さんネーム使えカラーです。はい、自転車から降りたらまずサドルを撫でていたわる。かわいいね。かわいいね。かわいいけどなんかやるよねこれ。やる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 。なんだろうね、ちょっと自転車降りて、うん、あのスタンドガッチャってやった後一回サドル触るよね。触るね。刺すってこう質感を確かめるようになんかしっかりスッと撫でるよね。かわいいね。湿り気チェックみたいなさ。あれなんだろうね、うの白い馬かなんかと勘違いしてんのかね。ありがとうってあの自転車を背中の蔵の部分を撫でてあげるという。ポンポンって叩く時もあるしね。あるあるある。よしよしゴー。よしカラ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 ガッシャンかわいいね。かわいいですねこれね。これは確かに面白いわね。話の広げ方がうますぎるわ。ラジオの回を重ねるごとにリスナーのお便りのクオリティも上がっていくが、それでも話を面白おかしく広げていくのが二人の凄さなんだぜ。力一さんと舞本さんの連携も綺麗よね。リスナーからもこの二人のラジオいつまでも聞ける、おじさん同士のコンビなのに面白いんだよな、ずっとバカなこと言ってる、などのコメントが寄せられたぜ。2時3時唯一のコンビだわ。次に紹介するのは、ミステリアスに見えて実は芸人気質な八王国だぜ。確かに見た目はすごくミステリアスな3人だけど、芸人気質？八王国は、ふわみなとさん、白雪ともえさん、グエルオスガールさんの3人で、暴れるふわさんとグエルさんを、白雪さんが突っ込むユニットなんだ。そんな八王国なんだが、多くの人が勘違いしている要素があるんだぜ。勘違いしている要素？何かしら？というわけでそのシーンを見ていくぜ。言うよ？私はそう思ってたよ。はい。C のナイトキングダム。C のナイトキングダム。うん。だと思う。 C のナイトキングダム、うん、でいいですか？だってそう最初、まあ、この夜王国と書いてナイトキングダムっていうちょっとなんか最初ねナイトバタフライとかいろんな案があったんです、はいはいはい、けどそう3人でねあのまだデビュー直前の時に通話して、ナイトキングダムにしようって言ったんだけど、なんかいや王国の方が言いやすいねになってって気づいたら私たちも八王国って言ってるけど、はいはいはい、正式名称は C だと思うんだよね。では C、うん、自分の信じたあれで、うん、C でいきますか。うん、私が女王だから、うん、ではファイナルアンサー。ファイナルアンサーすごいすごい正解。やったー今のおもろいね。おめでとうございます。やったー、よかった。あ、それは大丈夫、ちゃんとよかった。はい、間違いないです。あ、よかったよかった、はい、そうだよね。そうなんだ。ナイトキングダム、そうなんですよ。あいつナイトミュージアムだから。そうなんや、うん、そうなんですよ。なんだと思いました？これそういう引っ掛けとかじゃなく引っ掛けとかじゃなくです。そうなんや。今日ナイトキングダム側で呼ばれてるから、ね、大丈夫。これ危なかったわ。じゃあ俺これに来てたらこれじゃあそうですね、今日配信始まってヤオコク4周年って言ってましたけど、ヤオコクって言っちゃうとそうなんや、そうアウトでしたね。俺に来てたらやばかったよ。ヤオコクにしてた。俺ヤオコクにしてた。おーやば。あ、でも迷うのはそこだよねやっぱ。そっか、ナイトキングダムって読むのね。言いやすいから本人たちもヤオコクと呼んでいるんだが、その影響から正式名称を知らない人も多いのが悩みどころだぜ。
それにしてもフワさんも知らないだなんて思わなかったわ。リスナーからもフワッチも分かってなかったんかい、正直俺も知らなかった、トモエさんがナイトキングダム大好きなのいいよね、などのコメントが寄せられたぜ。みんなここで覚えて帰ってね。ナイトキングダムと読むと知らなかった人は高評価よろしくお願いするわ。次に紹介するのは大暴れ男子4人組のロフマオだぜ。すごくクール系男子に見えるけど、今までの傾向的にそうじゃないのよね。ロフマオは鏡隼人さん、剣持東也さん、不破湊さん、海田春さんの4人メンバーで、かっこいい大人を目指して毎週木曜に動画を投稿しているんだが、その内容があまりにもガチすぎて人気が高いんだぜ。そうなのね。どんな感じの内容なのかしら。というわけでそのシーンを見ていくぜ。わかってきたっすね、だんだん。収録で血を流したことあるっていう。チーか。出たことある。ある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 。あ、ありますよね。え、ありますよね。なんなら僕はその森の時に、もうなんだろう、結構夜が深いくなり始める時にやってたから。あー、出てた。確かに波が強くて岩礁に叩きつけられて血だらけで魚取りながら上がってきて、スタッフからうわーって言われた。そうだそうだそうだ。確かに岩礁に叩きつけられて流血してたか。あ、してたな、そういえば。なんか漏れなくスタッフも流血してたし、モジントの時。あ、そう結構みんな結構怪我してた。みんなしかも海水でちょっと濡れてるから必要以上に流血したように見えるから、うん、結構。あ、そう、うん、あれだけも最近してましたからね。まだそう、最近ありました。あれ階段どのやつで流血してたっけ。あ、そっか、あれ相当人汗の結晶だからなかなかびっくりしたからな。俺ちゃんと言ったもん。あ、取って取ってって。取んなよ。帰るか。これ取って。これ取って。心配されちゃうから。そっかそっか。言ってた、確かに。うん。まあ、確かに。いろいろありますよね。動画投稿で流血型？ VTuber からはかけ離れたワードが飛び出した瞬間だぜ。実際、ここでの話が嘘じゃないことは、動画を見てくれればわかると思うぜ。本当に体を張ってるのね。リスナーからも、VTuber が公式の収録で出血すんな。結構みんな流血してて草。スタッフも怪我してるのなんでなんだよ。などのコメントが寄せられたぜ。どうか体は大事にしてね。最後に紹介するのは、男子の中に高一点の同期ユニット、エデン組だぜ。このユニットはどんなユニットなのかしら？また芸人気質なの？エデン組は、ローレン・イロアスさん、レオス・ヴィンセントさん、オリバー・エヴァンスさん、レイン・パターソンさんで構成されるユニットだ。霊夢の予想通り、同期たちが集まると芸人同士のようなどんちゃん騒ぎになるんだよな。今回はその中でも、特に大騒ぎになったシーンを紹介するぜ。美男美女たちがどんちゃん騒ぎ、どんな感じになるのかしら？というわけでそのシーンを見ていくぜ。これ当てに行くわ。当てに行く。じゃあまた僕も当てに行くわ。え、まず行くよ。入った、はい、これいった。はい、オッケーっす。え、ボケなしね。ボケなし、うん、いや、もうボケてないからね、我々。オッケー。待って、これ、うん、まあ、マジか。ボケはそっちで行ったもしかして。待って、ちょっと、ほんと直感でいいぞ。直感で行くよ。うん、いいよ。うん、はい、せーの、ね、これを、うん、おーい。ふざけんな。番組やってるかけよう、ボートレース。だからね、でも全然超えてるじゃん。だってさ、そうじゃんね。だってイメージでしょ、イメージ。自意識過剰だな。いや、お前も書いてるから。書いてるよ。お前レース自分の名前に関したレースしてもらってんのに。だから書いちゃったよね。書いちゃったよ、そう。焦った様子が出てるわ。まさかこのお題で自分の名前を出すとは、自意識過剰だろ。って突っ込む同期たちの姿も印象的だが、オリバーさんだけは、レインさんの名前を出してるのもポイントだぜ。同期の間で共通認識になってるのね。リスナーからも、自分でも自覚あったんかい。そう突っ込みされてるの草。エデン組本当に楽しそうでよかった。などのコメントが寄せられたぜ。お互いを理解してる感じがいいわね。エデン組の絆は永遠に続く。そう思った人はチャンネル登録よろしくお願いするぜ。さて、紹介は以上だがどうだったかな？二次三次のライバーさんは個性的な人がいっぱいいるからこそ、そのコンビやユニットはさらに個性的で面白いものになるのね。今回の動画で紹介できたのはほんの一部だから、概要欄の元配信もぜひ見に行ってみてほしいぜ。他にも面白いエピソードがあればコメントで教えてもらえると嬉しいわ。
今回は、二次三次ライバーの、仲が良すぎるコンビ8選を紹介していくぞ。仲良しライバーのコンビは、いつだって定点を供給してくれるわ。貴重な仲が良すぎるシーンを厳選したので、最後まで楽しんでくれると幸いだぜ。起立、気をつけ。一組目は、独特な感性を持つ美少女サキュバス、魔界のリリムさん。純粋で、斜め上の発想を持つリリムさん、X のサブアカでのポストは必見よ。そして、エモが大好きなオタクお坊ちゃん、うずきこうさん。一つの話題をどんどん深掘りしていくトークには、つい引き込まれてしまうわ。お二人のコンビ、お利口の紹介だ。絶妙な距離感ややりとりが可愛らしいコンビなのよね。こうさんはリリムさんの感性に魅力を感じていて、魔界のリリムオタクでもあるんだよな。リリムさんの良き理解者だわ。そんなリリムさんが、お利口の関係性についてこう語っていたぜ。なんだろう、リリムさん、その、コウ君と会って、異性の友達ってあるんだなってすごい強く感じるようになったんだよね。なんか今まで別に、その、異性の友達がいなかったわけじゃないんだけど、なんだろう、なんか、男女とか、そういう性別とか、もう関係なく、すごい、気の合う友達感が強くて。だから、コウ君が、女だろうが男だろうが、多分すごい気の合う人なんだなって、めっちゃ、思える存在っていうのかな。男女の友情は難しいって言うけれど、こんなにも固い絆があるなんて、気が合う存在に、男女なんて関係ないんだな。こんなに素敵な友情、お二人はもちろん、リスナーも幸せなんだぜ。リスナーからは、ネットの中の特殊な環境だからこそ、踏み込んだ関係性を作れたのかな。貴重な友達だ。なんか、そういう男女三角な感じが、二次三次たるゆえんよな。といったコメントが寄せられていたぞ。満場一致の仲良しコンビね。他にもお利口の仲良しシーンがあれば、ぜひコメントで教えてくれよな。続いては、面倒見の良いメンヘラなお兄さん、かなえさん。人脈プレデターで、二次三次外の知り合いとも積極的にコラボしているわ。そして、引きこもりでゲーマーな吸血鬼、クズハさん。唯一無二の声質とキレキレのトークで、たくさんのリスナーを虜にしているわ。お二人のコンビ、クロノワールの紹介だ。プライベートでも一緒にいることが多い、自他ともに認める仲良しコンビよ。実は、クズハさんが個人勢だった時代からのユニットなんだぜ。長い付き合いなのね、あんなに仲が良いのも納得だわ。ああ、彼らは仲が良すぎるあまり、マネージャーから驚きの一言を言われたようなんだ。帰ってきたよ。あ、お帰り。覚えてる？ここ、僕とお前が初めて出会った場所。いや、ロビーだよね。初めてだと。お前さ。好きだよな、こういうの。な、茶番控え室で僕ら二人でずっと茶番してるからね。主にお前から仕掛けてくる。またそうやって。本当のこと。だってマネージャーさんに言われたもんね。なんて、この君たちが一番仲いいですよ。あ、言われたな。なんか多分トカビトの人よりもガキなんだろうね、僕らの騒ぎ方って。そうだね。多分ね、もうちょっと多分僕らウェイウェイウェイみたいな感じだったら、だいたい僕がクズハにちょっかいかけて、クズハがはみたいなこと言って、こっち見た時に僕が変顔して待つみたいなのが結構多い。そうだね。裏でも変わんないからね、僕らの。初期のクロノはね、マネージャーさんも認める仲の良さなんてさすがだわ。現在の落ち着いた仲の良さもいいが、初期のわちゃわちゃした仲の良さも定々なんだぜ。その通りね。そしてこれからのクロノワも楽しみだわ。リスナーからは、裏でも変わらないのさすがやね、供給助かる、この時はまだ初々しいな、今じゃ縁側でくつろぐ熟年夫婦みたいだもんな、といったコメントが寄せられていたぞ。今も昔も魅力がたっぷりね。続いては、アンパンマンガチ勢な中二病気味の女の子、石神のぞみさん。ゲラな石神さんの笑顔はもちろん、リスナーとのプロレスも配信の見どころよ。そして、ギャルで赤ちゃんな脳筋大学生、倉持メルトさん。常に笑顔で、困ったら拳で解決する武闘派な女の子よ。お二人のコンビ、のぞめるの紹介だ。ゲラ同士で、コラボ配信では笑いが絶えないわ。仲の良さもお墨付きなんだぜ。ビジネス不仲を演じているけど、どこからどう見ても仲が良いのよね。ああ、今回紹介するシーンでも、仲が良すぎるのぞめるが見られるんだぜ。
メルトさんの新居から行われたオフコラボ配信での一幕がこちらだ。じゃあ乾杯しよう。はい、今日はね、倉持メルトちゃんのお誕生祝いですわ。お誕生祝いじゃないよ、引っ越し祝いですわ。え、うち生まれた今日。ありがとうございます。あ、やばい、やばい、ね、いいよこぼしても、うちあのめっちゃこぼしてるからいいよ。うんうんうん、お前と一緒にしないで。え、それすごい、そんなに出るんだ。あー、やばい、大丈夫。おい、え、アカウントなくなっちゃうからやめれる。私のうちの YouTube のチャンネルバンになっちゃうんでやめてもらっていいですか。最悪。お前は本当に悪魔みたいな存在だな。おい。ちょっと待って、ティッシュ持ってきてあげるからね、喋りなさいよせめて、配信なんだから。あって、あって、笑ってしまう。本当に信じられない、お前は。あって、笑ってない。人の新居で何言ってんだよ。ちゃんと聞きなさい、手を。めっちゃ今あの朝日のね、生ビール缶を開けたんですよ。はいはいはい。本当入るからバカ。とんでもない吸引音が聞こえてきたわよ。なかなか刺激的な吸引音だったな。それにしてもずっと二人で笑い合っているのが可愛すぎるのだけど、喋れなくなっちゃうほど爆笑するなんて、こちらまで笑顔になったよな。リスナーからは爆笑してるのが動きから伝わってきて、ほんま可愛い、吸う音に合わせてすごい、それそんなに出るんだわ、使える、といったコメントが寄せられていたぞ。笑顔が絶えない仲良しコンビだったわね。続いては音楽の才能にあふれるマイペース管理、原月藤次郎さん。落ち着いた雰囲気だけど、配信では絶叫しまくり、脊髄トークでリスナーを圧倒しているわ。そして、見習い修行中のカラス天狗、山上カルタさん。山上さんも脊髄トークの使い手で、ジェットコースターのようなトークに驚かされるわ。お二人のコンビ、好き語るの紹介だ。脊髄なお二人は、天才同士の思考回路で理解し合える存在なのよね。ああ、それがよくわかるシーンをご用意したぜ。いや、おもろ、オッケー、じゃあこっちのマークを伝えるね。オッケー、どっちから、青から赤から、赤から。赤から行くか、じゃあ。オッケー、赤から行こう。何にしようかな。辛さ10にしようね。結構しんどいの。オッケー。ちいかわが持ってるのってなんとかなれだから、見たままで話していい、一回上から。オッケー、オッケー。なんかベロがベーってなってて、でそこのベロから棒が突き出てて、一番下に丸のバッテンがあって、うん、でそのまっすぐ、棒まっすぐ、ちょっと待って、まっすぐの棒のなんか途中にイエスキリストとちいかわのヤーってやつが2つあるって感じ。こっちかな。ベロとなんか木、漢字の木みたいになってる。あ、そう、それそれそれ、漢字の木の下に矢が2つ。え、天才、そう。 OKOK、 じゃあこれで1回 OK かも。とりあえず赤は OK で、多分青も揃えなきゃいけない、これ。おげん、この説明でわかるの偉すぎる。山上さんの伝えたいことをうまく汲み取る原月さん、さすがだわ。ああ、見ているこちらは何が何だかわからなかったが、思考回路が似ている二人には通じ合うものがあるんだぜ。リスナーからは、なんでわかるんだよってなる瞬間がいっぱいある、二人とも相手を焦らせないように声がずっと優しい、こういうところが好きだ、といったコメントが寄せられていたぞ。理解し合える仲良しコンビだったわね。続いてはド天然バーチャルホスト、ふわみなとさん。適当な脳死トークのふわふわ感が最高よ。そして、ハイテンションな元気大学生、サイグサアキナさん。声量が大きめで、ツッコミ役なヘタレキャラなのよね。お二人のコンビ、ふわぐさの紹介だ。プライベートでの交流も多い、言わずと知れた仲良しコンビよ。彼らは仲が良すぎるあまり、ある驚きの計画を立てているようなんだぜ。早く引っ越せよ、ふわっち、本当に。ガチで、ガチで家見つけてほしい。そこから？いや、あのさ、俺ふわっちと同じ家にしようと思ってさ。さすがに。そうね、なんかふわちゃん引っ越すって言うから、同じマンションとかに住んでるってことで、そう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 、あの2部屋空いてるマンションをね、それ探してもらってたの、この間。はい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 。
あ、でもね、そう、なんか希望に合うとこなくて。あ、いや、この時期ってまだ微妙なんかな、なんか。なんかまあ、シーズンではないわな、やっぱり。引っ越し、やっぱね、10月ぐらいになると結構あるイメージある。10月か。もう探したとき、去年夏とか全然見つかんなかったけど、10月とか9月になると、ちらほら、イメージあるの。だからちょっとね、2部屋空いてる、あの、いいマンションあるよって方は、ぜひ、あの、マシュマロの方に送っていただくと嬉しいですね。漏れなく俺らが一緒に住みます。そう。いや、同じマンションに住もうとしているなんて、こんな計画を立てていたなんて、ふわぐさの中の良さがよくわかるよな。良いマンションが見つかるといいわね。リスナーからは、友達と同じマンション、しかも同業者ってめちゃめちゃ楽しそう。推しと推しが仲良くて今日もご飯が美味しいです。といったコメントが寄せられていたぞ。ふわぐさの空気感は美味しすぎたわね。他にもふわぐさの仲良しシーンがあれば、コメントで教えてくれると嬉しいぜ。続いては、ヘルエスタ王国のプリンセス、リゼ・ヘルエスタさん。MC もバリバリにこなす、ちょっと陰キャな公女様よ。そして、ハスキーボイスが特徴的な錬金術師、アンジュ・カトリーナさん。おしゃべりが大好きで、長時間の雑談配信でもずっと楽しませてくれるわ。お二人のコンビ、リゼアンの紹介だ。二人は10年来の親友なのよね。ああ、誰もが認める大親友のリゼアンは、リゼアンウィークと題し、一週間同居し毎日配信する企画も行ったんだぜ。二次三次でも異例の神企画ね。その際、スパチャ読み中に起きた、丁寧すぎる事件がこちらだ。レイ君さん。そう簡単に私が体を許すと思うな。はトラットスタークさん、プカプントスさん、パヌペエビさん、ハイムルケイツさん、ね、リゼの目が冷たいんだけどね。プチュリーさん、ネコサンダーさん、カッシュガニさん、ね、ミミシャネタンオルタさん、アメイさん、冷たくないよ、あったかい目してるよ。いや、絶対嘘だ。今冷たい目してないよ。冷たい、2人がハイライト入ってない。ハイライト入ってるわ。いないもん。それはなんか、もともとの気質の問題だわ。なんか、怖いよ。それ怖くないわ。もともとあんまりそう明るいあれじゃないわ。ハイライト入ってるわ。怖い。怖いみんなを見てる。ここ佐々木先輩の上目遣いにちょっと似てない？それどっちの方？佐々木先輩の上目遣い。前の方？今の方？前？佐々木さくやよ。じゃ眉毛がね。リゼの方が可愛いよ。ヒューいや佐々木先生、先生じゃないわ何言うのかな佐々木先輩に言ったらさらっと、リゼの方が可愛いよわずるすぎるわアンジュさんああ、リゼさんの動揺具合も愛らしかったぜアンジュさんのイケメンぶりもさすがだったわ最高のオフコラボだったなリスナーからは恋愛クソ雑魚工場で最高一日の始まり、寝る前、生活のストレスに耐えられぬ時に見るといい笑顔になれるといったコメントが寄せられていたぞ。こちらまで幸せな気持ちになれちゃうシーンだったわね。続いては、甘党すぎる爽やか王子様、春崎エアルさん。エロゲーオタクなのに、登録者数の8割が女性、驚異の甘党王子よ。そして、おじいちゃんな陽キャふつまし、長尾圭さん。いつもニコニコ笑顔で、少々飲んでり気味な忖度師さんね。お二人のコンビ、エア系の紹介だ。長尾さんが、地元の連れだと思ってると語るほどの仲良しコンビよ。ああ、今回紹介するシーンでも、仲良しすぎる暴露が行われているんだぜ。お疲れ様です。お疲れ様でございます。お前、あれだよな。ん？昨日だっけな、なんか俺ずっと前見てんだけどさ。何が？あなたの、あのカラフェスの配信。あ、はいはい。お前、配信中にディスコン送ってくんだ。やばい、強いっつって。いやいやいや。バラすなやバラすなやバラすなよやばい強いってなんか最初の方送ってきたなんか送ってくんだいや味方超強いってでしょあそう味方超強いって送ってくんなよ配信中にバチバチにいや違うんだってちょっと心細かったんだってほら、あと結構緊張してたからね。いいかよ。そうだよね。なんか、そんな感じだったよね。全然喋んねえなと思って、ディスコ見たら。緊張するわ。やべえって、つえって。なんか、大して活躍もできてないしさ、ちょっと気まずいみたいなとこあったから。はい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 。そうそう。ちょっとね、心細くてね。はいはいはい。まあ、心細くて、配信中に連絡してしまうなんて、仲の良さはもちろん、熱い信頼関係も伺えるよな。長尾さんは、心細い時に連絡したくなる存在ということだものね。エア系ファンも大喜びの、尊すぎる暴露だったな。リスナーからは、
長尾に助けを求めるのかわいすぎて草。いつも突発的に始まるエア系、ほんと空気うめえ。といったコメントが寄せられていたぞ。仲良しすぎる暴露だったわね。最後は、絶対的正義な闇カスヒーロー、佐伯一徹さん。ゲームやアニメ、ネットミームに詳しすぎて、アラフォー疑惑をかけられている永遠の大学生よ。そして、関西弁のコメディアンヒーロー、ひばちまなさん。世界一のおもろ人間を目指し、英語の勉強にも勤しむ多彩なライバーさんよ。お二人のコンビ、鉄マナの紹介だ。お互いを尊敬、信頼し合う同期コンビね。今回紹介するのは、喉の不調で休んでいたひばちさんの復活配信から。どうやら、鉄マナでデートをしたようなんだ。無事、今、帰ってきたわけでございますが、皆様、寂しかったでしょうか？ああ、俺は寂しかったですね。お祭り行きました。一人で。花火行きました。一人で。いや、でも二人でも遊びに行ったね。遊びに行ったってことじゃないな。3時間ぐらい、4時間ぐらい。もうこれ、許可取り。どうしようかな。許可取り。ちょっと今するか。返事は待たん。返事は待たんけど、あのね、一徹とね、二人でちょっとあの軽くデートみたいなのしてきたわ。そう、俺がね、お昼ぐらいから用事があるときに、その朝ちょっと遊ぼうやって言って、あの一徹とねちょっとだけ遊んだ。うん、クレープ食べたりとか、あとね一緒にねなんかね靴とか見に行ったりしたな。うんかな、まあぐらい。2人少人数でのデートはそれぐらい、デートっていうか、まあ遊びはそれぐらいかな。デートって言っちゃった。クレープ食べて靴を見て、完全にデートよこれは。ああ、しかも朝から会って遊ぶなんて相当なんだぜ。仲良しすぎるわ。リスナーからはガチ、この二人は仲が良すぎるんよ。可愛いなーていてーなー。ひばちが彼女側なのが解釈一致すぎるし、内容がガチデートで笑った。といったコメントが寄せられていたぞ。同期デートにはリスナーも大満足ね。さて、紹介は以上だがどうだったかな？それぞれのコンビらしい仲の良さを感じられるまとめは、需要がありすぎたわよ。今回の動画で紹介できたのはほんの一部だから、概要欄の元配信もぜひ見に行ってみてほしいぜ。他にもライバーの仲良しコンビシーンがあれば、コメントで教えてもらえると嬉しいわ。今後もたくさん動画を投稿していくから、チャンネル登録、高評価をしていただけるととても励みになるぜ。それでは、ご視聴いただき、ありがとうございました。